ございます。キスありがとう。おはよう。寝てないよ。寝ている。ふり。寝ているふり。おはよう。ギフトありがとう。今日は木曜日ですね。リオツンブログの日でございます。リオツンブログ、ギフトありがとう。みんないつもと何かが違うの気づきましたか？わかんない。たまにするからか。たまにするけど。土曜日大阪に行くと会えるそうで。そうなんですよ。楽しみ。大阪は久しぶり。間違えた。久しぶりじゃない。この前ぶりで。久しぶりって言っちゃった。違います。この前弾丸旅行で行ったぶりなので。そう、弾丸旅行ぶりですね。なので最近、つい最近ぶり。前髪はね、朝はいつも上げてるっていうか、寝る前にちょんまげして寝るんですよ。そう、ちょんまげして寝るから、そのまま朝はちょんまげになってる。照明？正解！さすがですね。この今リビングなんですけど、このリビングのね、部屋のあの電気が自由自在に変えれるんですよ。なんか明るい色とか、なんか本読みようとか、寝るようとか、リラックスようとか、なんかいろんなモードがあって。いつもより声低い？え、確かに今日声低いかも。え、わかんない。できた、ありがとう。え、お仕事だったらさ、久しぶりかも、めっちゃ。インテックス大阪ぶり？今年の1月だっけ？今年の1月か、インテックス大阪。それぶりですね。
の HBG ホールの最前線で見れてビビったすごい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 、ちょまげかわいい、ほんとおでこが広いのね。キースありがとうLED に変えたんだねって、うん、どういうこと、あ、モードってこと、うんちょっとよく分からなかった、うん元からこういう変えれる変えれるあの電気です。昨日は2階からの観覧でした。ありがとう。7月10日ハンダレ当選したのでリオとに会いに行く。リオだけ。お目当てはリオオンリーですか。聞いてありがとう。うん。聞いてありがとう。自分は5列目なんか受ける発表会みたいな。私は何列目？綺麗なおでこ？本当？広いんです。私は好きですね。なんかいじってないもう好きですはいじにしか聞こえないんだけど、もうこの広いおでこはパーナ譲りなので、あの文句はパーナに言ってくださいそう、リオのこの広いおでこはパーナ譲りなので、何か文句がある方はあのパーナへお申し付けください原因はパーナです。ありがとう。歌うち楽しかった、嬉しい。可愛かった、やったー。俺も10日リオツを見に行く寝てる寝てたらおとなしいからね、あのじーっとしてる。広いおでこ親近感が湧きます。親近感？どういうこと？日曜日七夕リオツの願い事？ちょっとまだ秘密で秘密でお願いしますでもなんかさ、七夕ってさ、え、てかさ、え、今気づいたけどさ、あのショールームのさ、この枠の外も、外ってさ、これ七夕仕様になってるね。このなんか星みたいなね、星みたいになってる。七夕仕様になってる。天の川か、うん、なるほど。広島って七夕大きな祭りあるの？え、ない気がする。あんまないかも。いた、あんまない気がする。コンペイトー、確かに大きいコンペイトーがね置いてあるのかと思ったね。リオも最初思いました。え、さ、
その七夕ってさ、こう書いて吊るすじゃないですか。高いとこに吊るした方が願いが叶いやすいみたいな言うじゃん。っていう話何のオチもない話。受験さん、ありがとうございます。高校1年生15歳のりゅうつんこと岡村りゅうです。ぜひフォローしてください。今日も可愛い？可愛くない。ちょっと今日は寒かったから布団を体にかけている。仕事に行ってきます。行ってらっしゃい。この前ニレキ神社とニレキ駅に行ってきた。そんなのあるの？どこにあるの？何県？読み方合ってる？今ので。そんなのあるの？すごっ。楽しみ。楽しみじゃない。なんか今日リオおかしいんだけど、なんか変なこと言っちゃうんだけど。栃木県。栃木県、あ、にれぎって読むの。命のダブセタ飾られてたサイン見た。あ、ありがとう。それでは仕事に参ります。いってらっしゃい。リュウツンブログ待っててね。メーナがなんかメーナが、メーナ大丈夫か。グッドモーニングモスト。モストビューティフォー。んグッドモーニング。ヒット祈願してきた。おお、すごい。ギフトありがとう。かわいいギフト。泡みたいな。竜宮城みたい。誰のことを一番目に愛して、大好きな君が大好きな僕らの Happy day カチューシャがメドレー。リオツン、リオツン朝メドレー。リオツン朝メドレてあげる。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。
今日は最高気温38度。38、もうさ8月とかさどうなっちゃうのって感じじゃないですか。8月とかもう50度ぐらいになるんじゃない。そう、今なんか言おうとした、なんでだったっけ、忘れちゃいました。だってさ昨日とかめっちゃ暑かったんですよ。なんかもうびっくりするぐらい暑くて、もう真夏って感じでした。インドは52度。そんなにあるの？え、それってさ、だってさお風呂のお湯よりさ熱いじゃん。え、それってさ火傷しないの？火傷しない？最近雨多かった。それは梅雨だからじゃない？それは梅雨じゃん、普通に。普通に時期的に梅雨だから雨が多い。そうてかさ、本当に雨女じゃないからね。だってさ、あの大阪、弾丸大阪の旅行行った時もさ雨降っとったけどさ、そもそもさ雨だったしさ、もう梅雨の時期入っとったけんさ、あのリオはさ、あの雨女じゃないよ。リオは雨女じゃないよ。マーナが雨女だから。そう、マーナは雨女。サウジアラビアも53度。やばくない？やけどしないのかな。そう、七夕の話し会は部屋の飾り付けをして会いたい。ああ、なんか吊るすやつ、いいね。いいねとかなんか一言みたいに言っちゃった。違うよ。そう、リオは晴れ女に近いと思う。リオは多分晴れ女に近い。晴れ女より、晴れ女よりです。でもさ今はさ梅雨だからさ、梅雨じゃけん、あのなんかもう雨女とか晴れ女とか関係なしに、もう梅雨だからさ。え、南極は今-44度。え、それって凍らんの？カチコチに。世界は不思議ですね。53度とかマイナス44とかでも生きていける人間ってすごいね。パーナ？パーナは知らん。パーナは考えたことなかった。晴れ男とか雨男とか全然何も考えたことない。雪男じゃない？
うなんじゃ。ちょっとパーナについては考えたことなかった。あ、待って、もう55分になっちゃう。55分になっちゃう。ちょっと早めに終わろうかなと思ったんだけど、このまま8時までやる。55分になったら男女見ます。吐いた息が凍る。怖っ。怖いよ。怖いねそれは。だってで凍るんでしょ。面白いね。アナと雪の女王みたい。STA で強力な雨女いっぱいいると思います。うん、すでに 2.5 期3人はリオ以外の3人は雨女だから。あのもうすでに3人もいます。ウリピーマン最近ピーマン食べてない。ピーマン食べてない。リオさ、ピーマンの肉詰めってさ食べたことないよね。ちゃんと食べたことなくて、なんか昔友達とあのリオのおばあちゃん家でなんかパーティーみたいなのをしたんですよ。でなんかピーマンを買ってきてピーマンの肉詰めをね作ってくれたんですよ、多分おばあちゃんが。でもその時リオはピーマンが嫌いだったから、いや昔ピーマン嫌いだったんですよ。昔ピーマンめっちゃ嫌いで食べれなかったけど、今は食べれるんですけど、そうピーマンが昔は食べれなかったから、だからそのピーマンの肉詰めの中に入ってるお肉だけを取って食べてたんですよ。そうだからちゃんとピーマンの肉詰めとして食べたことはない。そう、あ、受験さんありがとうございます。心地です。15歳のりょうさんこと岡村りゅうです。ぜひフォローしてください。あずみんがかなりやめ女。うん、いやでも他のね、あのノアピとかゆうかとかも多分やめ女で、だってリオさ、リリーベの川崎の時さ晴れたじゃん、曇ってたのに。だからねリオはね晴れ女だと思います。13位じゅんさんありがとうございます。12位あやさんありがとうございます。11位りゅうやさんありがとうございます。10位まゆかみスティーブさんありがとうございます。9位おのぴーさんありがとうございます。8位すずかさんありがとうございます。7位ちゅうちりみきゃんさんありがとうございます。6位はりちゃんさんありがとうございます。5位ゆずきちさんありがとうございます。4位やしこくくんさんありがとうございます。3位むかしからほじんさんありがとうございます。2位よちゾンビさんありがとうございます。そして1位はドゥルドゥルドゥルパンカープキシくんさんありがとうございます。ありがとう。ノーピも雨模様から晴れになったりする。ノーピは自分で雨女って言ってたよ、自分自身で。ノーピ自身が私雨女だからって言ってた。まあそのなんかまあまあまあ、あまり重要なことではない。あんまり重要なことではないので
8月4日、今日さ夜お仕事があるんですけど、あ待って、1位カブズキチ君さんありがとうございます。今日夜お仕事があるけん夜配信はできないのと、あと今日お仕事がぶっ通しだから、そうぶっ通しじゃけんさ、あのメール多分送れないんですよ。ごめんね。そうじゃけんメール多分送る時間がなくてごめんね。ありがとう。写真集？写真集わかんない。リオも何も聞いてないあでも先輩たちもセルフプロデュースの写真集あるけん、まあ順番じゃない、順番的に順番に多分公開していくと思います。ありがとう。それではバイツーン。また明日。